まあ何も謙虚っすね。何もしてないです。いやせーの、わっ、モルモルだ、クマクマです。イエ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 イ。さあ、またスペシャルゲストの方とお会いすることができました。自己紹介よろしくしますか。岩手ビッグブルーズ30番の横川俊樹です。こんにちは。ありがとうございます。横川選手です。選手なりその場でのドリブルの練習しながら、ちょっと動きながら単純にフルスピードでドリブルコントロールする練習しながら、3人1組作ってください。で、ボール3人で1個でいいです。 OK、 よーい、スタート。で、今からやるのはドリブルで足の字を書いてもらう。最初は右手だけ、単純に8の字を1回、2回、3回、3回書いたら次の人にボール渡して同じように3人やります。5グループで競争。早くだよ、スピード、スピード。よーい、よーい、スタート。レゴ、レゴ、ボール目がない、マジで。もうビッグブルーズといえばですね、 B3 優勝、そして B2、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、個人としても素晴らしい賞。 B3 リーグのベスト5も素晴らしい。でも本当にチームのおかげなんで10万何もしてない。謙虚っすね。何もしてないです。いやぜひいろいろ話聞いてみたいと思うんですけども、はい、小中学生のうちからやっておいた方がいい、こう、まあ、技術とか考え方とかいろいろあると思うんですけども、はい、あればぜひ教えていただいてよろしいですか。自分が本当に小中の時は、はい、ただ単にバスケットが好きで、本当に友達の家行く時もドリブルしながら走っていってたんです。まあ、学校帰り帰ってきたら友達とバスケットをひたすらして遊んでたっていうのは、今となっては逆にこうバスケットに費やす時間もそれだけあるタイミングだと思うんで、はい、本当に、まあ、技術云々よりまずはその自分の好きなバスケットをひたすらこう友達と遊びながら上手くなってもらえればいいかなと思います。お、友達も家に行くにもドリブルは。皆さん聞きました。やりましょう。バスケ何年生から？今小3の夏から。あ、そうなんですね。学校の友達が誘ってくれて一回行って楽しいな。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。プレー注目していただきたいんですけども、ぜひファン、小中学生の皆さんにぜひもったいアリーナ来て岩手ビッグブルーズを応援して一緒に岩手を盛り上げましょう。 お願いします。ごっつぁんです。岩手ビッグベルズ横川俊樹